マグロっちの成長日記。強化、進化、超越、性別を超越したみたいなね。限界超越もはや寿司になってしまうとるからなみたいな。寿司に考えないですね。これイヤホンしゃーで、もう一度ちょっとこれ今度早送り。この炎とっても熱いですよ。私たちの勝ちですね。私も頑張りますから夏だね。ああ、まあマグロっちです。今日はですね、ロード・オブ・ダイス遊んでいこうと思います。お願いいたします。あ、すいませんね。はい、じゃあここに耳がついてるから、じゃあここで音聞けるか。一回取ってでつけてフグになってしまった。夏ということで、ちょっと可愛い女の子をね、はい、ちょっとな、それジュース何飲んでるんですかそれはね。そのジュースは何飲んでるんですかそれは。何なんですかこの触りたくなる感じのこの絵ちゃんとリアクションしてくれるしね、なんだか動きがリアルってことで、より、はい、くすぐられるというかね、マグロセンサーがビキビキになってしまうというか、ね、そんな感じでございますけれども何してるんですか僕は。俺は何してるんですか今。俺はでも何、はい、こうやってね、綺麗な可愛い女の子がねいるだけじゃないよというところをですね、ご紹介できればなと。変わったバトル方式を採用しているゲームで、ダイス、サイコロですよね。サイコロ転がしてこう進んでいって、こう敵と戦いながらやっていくという、もう本当に一風変わった。ちょっと考えないとね。これイヤホンしながらじゃちょっとマグロさんがフグになってしまう。フグリーです。型破りなボードアクションってやつですね。冒頭でご覧いただいたように、強化、進化、超越、この3つが、まあ、基本的にあって、限界超越、覚醒、成長要素がもう盛りだくさんございます。まあ他にもですね、マルチで対戦とか、あとまあレイドですよ。要するにこうでっかい敵を倒したりとか、あとは1対1の PVP ですよね。まあそういうところも含めて、まあ、やり込み要素も当然ある、もう可愛い女の子がいるだけではない、まあ、それを分かっていただきたい。まずはそこから入ってしまった私の責任でございますけれども、まずはじゃあガチャあるかマグロがいいはい、ガチャやってまいりました。ダイサーという、まあ、要するにキャラクターですよね。ダイサーを振るんですよ。サイコロとしてこうダイサーを振って戦う。で、ダイサーにもまあランクがございますよと。でこのガチャで引ける一番いいのは星5つってやつでございますんで、星5つを目指して回しまくりたいと思います。召喚見て、リアル見た、今の見た、今リアルだったね。女の子の動きリアルだったね今ね。お、ちょっと待って、虹色っぽいのが出てるんで、全て開封っていうよりはこういう感じ。おお、星4つ。ちょっと見て、これ進化するとこう可愛い竜みたいなのがこう人間になるんだよ。だから俺冒頭でやったでしょ。だからみんなこれやるときはなんかマグニー。じゃあいきますよ。やった星5つ。見て、かわいい。しかもですよ、このダイナ欲しかったやつなんですよ。ここダイナとケット C っていうダイサーがねおすすめらしいんですよ。一発目でこれダイナ引いちゃってる俺って。はい、星5つ。シックルさん結構なんかすごい一発目からで、今回ね進化とか強化とか、まあいろいろやっていく中で限界超越っていうのがあるんだけども、同じダイサーが必要になってくるんで、ちょっと頑張ります。見た、今の見た。星5つ、キツネちゃん今の見た。はい、ご覧いただいたのはすっげえガチャ引きましたけど、もう初っ端からですね、ダイナさんが出てしまいまして、すっげえありがたかったです。あざっす。じゃあね、このダイナさんを選択して強化を選んでこう強化しますよ。じゃあレベル2になりますよみたいな。はい、これで強化、はい、上がりましたね。強化されましたよね。強化というのは単純にステータスがアップする。で進化というのは星3つが星4つになる。これで進化ですね。進化せよ。進化と一般素材を使って進化させました。進化完了。ドルフィ見た目がちょっとまたこういかついイルカにドルフィンになりましたね。でもう一回進化させると今度人間になるっていう、まあ、そういうのが進化ですね。最後もう一つご覧いただきたいのが超越、共通ステータスが大幅増加。そうですよね、超越していくわけだから、左の元々の今の状態、星の部分ご覧ください。紫が一つになったんです。これ一回超越してるよと。でこれもう一回超越すると右見て、これ超越しようか、超越しようか、超越しようか、これ普通の超越しようか、はい、超越しましたと、超越成功。そうするとこうなりますよと、左側ご覧ください。星2つ紫色になってます。2回超越しましたよという証です。限界超越って書いてますね。これをご覧いただきたいんですね。よっしゃー、ほら気合入れてきましたね。ひげ剃りましたよ。気合十分でございます。で限界超越ってどうするのかっていうと、今ねずっとね超越とか進化とかご覧いただきましたけど、この今二度ホックくんのね詳細情報を見ると、星の数ご覧ください。これ6段階の超越はございまして、星が紫になったら1回の超越ができてるってことになるので、これ5回超越してるでしょ。で6回超越が最大だから、あと1回でその超越を全部やりきることができる。でさらにその超越を6回やった後に限界超越っていうことができるんだけど、限界超越するためには同じキャラクターが必要なんですよ。で限界超越するとどうなるのかというと、もちろんステータスもアップするんですが、なんとボイスとアニメーションが追加される。やばいよね、動くんだよ。つうわけでちょっとやっていきましょう。はい、これ6回目の今超越を行いました。ご覧ください、見てよ、もうすでに右側動いてるよね。でステータスの上がり方半端じゃないし、星がなんか虹色になっちゃってとんでもないことになってるんですけど、この二度ホックくんをやることで限界超越になるんです。超強いんです。いいですか、いいですか、いや限界超越、いや別にお祈りする必要ないんだけどね。きたー、どうよ、ひげ剃った甲斐あったよ。これなんかもうもはや別人だろ。これもはや別人になっちゃってない？これ大丈夫？じゃあちょっとね詳細情報言ったね今ね。飛び立つ時が来た、うー飛び立つ時が来た、うー飛び立つ時が来た。はい、というわけでこれが限界超越、超大変だけどやるとすっげえ強くなるし、やばい感じがしますんでね、よろしくお願いいたします。はい、限界超越でねもう満足しきっちゃったもんで、もうこれでいいかなって思いそうな感じだけれども、まだ全然ご説明できておりません。まず、この女の子は一体何なのってことですよね。左下のマスター、冒険を始めるときに、選択することができるキャラで、僕はアルメリアをずっと使っておりまして、でアバターでね服変えれますよ、で今水着着てますよと、そういうことでございます。このキャラクターごとにですねマスタースキルっていうのもあって、それぞれね特徴がございますので、お好きなマスターを使ってください。はい、ではバトルの方に挑みたいと思います。今回はこの5回超越の回を挑みたいと思います。なぜなら、今回のテーマは超越だからでございます。では、挑戦したいと思います。どのようなバトルシステムなのか、主に2つあります。戦い方としてはまずねこのように譜面がありまして、それを進んでいくんです。進んでいくには自分のダイサーを振って、その数字の分進みます。でダイサーにはですね近接型、突撃型、魔法型、旋風型、狙撃型、爆撃型、この6種類がありまして、今回私が連れてきている中では全て揃ってないんですけれども、今ねご覧ください、アタックと書いています。上にフリップ、そうすると発動いたしまして、突撃型です。一直線上の攻撃になります。今後ろから出てきたのボスですね。ボスが僕に攻撃を仕掛けようとしています。やりやがったぜ。次はですねアタックと書いてます。アタックってなってるダイサーを振ると攻撃ができます。爆撃型です。爆撃型の特徴は後ろの敵に攻撃できる。でちょっとねやってみると、はいわかりますかね、ちょっと赤くなっていたんで後ろに攻撃できるんです。これはいちょっと特殊なダイサーでございますね。はい、どんどん進んでおります。で次にアタックってなってるのは狙撃型、これ弓の形の狙撃型でございます。遠距離攻撃ができます。ご覧ください、はいね、赤くなってるところの敵に攻撃ができるということでございますので、これでちょっと攻撃してみましょう。よいしょ、やっつけたぜ。でその分進みますね。ダイサーの数字の分だけ進みます。敵も同じエンカウントしました。これでもう一つのバトルの種類でございまして、自分の手持ちのダイサーのサイコロの形ご覧ください。まずこれだとね、三角のサイコロが2つ、これが普通のサイコロが1つ、これなんと2つのサイコロを持ってるんですね。で3体のダイサーを振った合計の数が多い方が勝ちます。同点だった場合は能力値の差になるのかな。今のバトルでこう付与されるその効果みたいなのがあるんで、それがちょっと強かったのかもしれません。ちょうどいいの言いました。右下ダイナさん魔法型です。魔法型は前方6マスに攻撃することができますと。よいしょ。これねちょっと面白いのが、敵が2マス前にいて4マス進むと敵をスルーしていくことができるんですよ。極論言えば全部の敵をスルーしてボスだけ倒してっていうこともできるということなんですね。それもまた面白い。クリアの仕方が結構いろんなパターンがあって、自分の持ってる台数によって全然変わってくるんです。じゃあとどめの一撃を食らいなさい。イエーイ。これでゴールすることができるんですね。はい、ビクトリー。こういうバトルシステムでございます。で、もう一度ちょっとこれ今度早送りでご覧いただきますけれども、左側にねオートという文字、オートタップするとなんと難しいこと考えろ自動でやってくれます。完璧に自動です。それでは早送りでご覧いただきましょう。でちなみにちょっとご覧いただきたいんですけれども、ちょっとオート解除しようか一旦ね。後ろに敵がいるよね。スルーしてきてるんですよ。で後ろ攻撃ができるダイサーがいれば通り過ぎた後に倒すこともできるんですけれどもって感じですね。今のがバトルシステムでございます。では今回ご紹介したいのはレイド、リーグ、アリーナ、この3つでございます。まずレイドですけれども、レイドバトルというのはですね巨大なボスを協力しながら討伐する、バトルでございまして、巨大なボスが後ろにいますね。で自分が攻撃するのは選ぶのにこう時間制限というのもあって、その辺があるんでねちょっと難しかったりします。僕が行動してその後にパートナーのキャラクター、プレイヤーさんが行動すると。で真ん中にいるボスを倒す、そういうバトルとなっております。協力して巨大なボスを倒すモードでございます。じゃあ続きましてリーグチャレンジしてみましょう。が私はもうすでにプレイしてしまって、これね1日ね開催される時間が限られておりまして、やってしまうと次の開催時間まではできないよというような内容でございまして、簡単にご説明しますとリーグは CPU との戦いです。で戦いの仕方も普通のバトルとほとんど変わりません。1対1の戦いになりますので、マジシャン参上です。アリーナここなんですけれども、これは1対1の戦い、それはさっきとリーグと一緒なんだけども相手がプレイヤーでございます。 PVP です。これこそもちろんこれもオートで戦うことが可能です。レイドとは違って、時間制限はないのでゆっくり考えて戦うことも可能となっております。5マス進めば占領で勝てんじゃないかということなんですが、まず先によし占領勝ち。相手のパワーを削らずともこのようにね領地を占領することによって勝つことができるということでございますね。いかがでございましたでしょうか。ロード・オブ・ダイスでマグニーが遊んでみた動画でございました。それでは私は、元の姿に戻って失礼したいと思います。ロード・オブ・ダイス概要欄の方ぜひ、ご覧いただいて、気になったらダウンロードしてみてください。ダウンロードしてくれよ。気になったらじゃない、ダウンロードしてくれ。じゃあ帰ります。じゃあね、マグロッチでした。